どうも、ポルタローです。よろしくお願いします。テンション上がらんね。これはどうしたもんかね、ほんまに。いやー、っていうのもね、僕が楽しみにしてた埼玉県で行われるはずやったジャック・ラッセルフェスが雨で中止になってしまいましたと。こんな新しい服まで買ったのに。これね、そのフェスのために買ったんやけど、それまでは内緒にしとこう言うて、その時に来て初めてお披露目しようかな思っとったわけよ。それも台無しやで、ほんまに。ジャック・ラッセル・テリアがね、500頭以上集まる言うて、人間は900人以上集まる言うてな。このシャツのね、背中にね、文字書いてあるのよ。それみんなに見てほしいわ、ほんまに。フェスに対する僕の意気込みみたいなもんよ。それちょっと見てみて、ほんまに。ノードック、ノーライフ。どうこれ。結果がノーフェスいうことでね。うまいこと言うてる場合やないのよ、ほんまに。もう一枚シャツ買ったんよ。そっちが余計悲しいから、それもほんま見てもらおうか。これよ。見てこの色合い。めちゃくちゃはしゃいでるやろ。はしゃぐ気満々の色合いやろ。似合うとか似合わへんとか関係あれへんもんね。ほんでこのはしゃぎ倒してるシャツの背中にも文字書いてあんのよ。これまた悲しい結果になってるから、ちょっとそれも見てもらいましょう。仕方ない、これは。 My name is ポルタロー。 いや、誰に対する自己紹介なのよ。誰にも会われへんかったっちゅうのに、こんな悲しい自己紹介ある？誰の耳にも届かないよ、これは。兄貴は兄貴でね、フェスが中止なった言うて、もう腹立ったから言うて、仕事するわ言うて、淡路島行ってくるわな言うて行きよったで。どういうこと？普通は家でゴロゴロするとか、なんか別のとこに出かけるとか、そういうことちゃうの。ムカついたから仕事するってどういう理論なのよ。ほんまにあの人の考えだけは理解できへんで。あとそういえばね、フェスに行った時にいろんな人に配ろうと思って名刺作った忘れとったわ。300枚作ったんやで、300枚。これどないしたらええの？これ見て、うまいことできてんのに。ライブ配信の時にアドバイスもらってね、名刺作ったらどう？言うて、ほんでママさんがすぐ注文してくれたんよ。いろんな人に渡して僕の存在をみんなに知ってもらおう思ったのにやな。これも結局誰にも渡せずやで。どないする？こんなにあるんやで。これまあごく一部やからね、300枚のうちのごく一部。みんなが欲しい欲しいって結構言ってくれたから、ほんまに僕のこと見かけたらすぐ言うてね。あなたにも名刺あげたい。これはなんか兄貴が気に入って何回も言うとったな。まあ意味全然わからんけど。あと何より一番残念なのがね、ジャック・ラッセル界のスーパースター、粒の日のつぶーずちゃんに会えなくなったということやね。コラボしましょうねっていう話あったんやけどね、それもなくなってしまいましたよ。ほんま残念。まあ僕はね、こうやって文句ばっかり言うてるけど、参加するだけの人やったからまだマシや思うよ。つぶーずちゃんなんて出店する言うとったから、そら大変やで。そう考えたら僕なんかまだマシな方やわな。文句たらたら言うとったらええだけやもん。ほんま、もうやめよ。文句ばっかり言うてもしゃあない。いろんな人からメッセージで、ポルタローさんに会えなくて残念、いつか絶対会いたいですっていっぱいもらったしな。その気持ちでちょっと元気出たもんね。そうやな、その日のために頑張ってこれからも動画配信していこう。じゃあ今回は残念やったけど、みんなもいつか会える日を楽しみにしといてや。よっしゃ、ほんなら今日はあとは平行いて寝るだけや。ところでママさん、兄貴はいつまた帰ってくんの？あ、最後まで見てくれた？ほんでいいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの？それはめちゃくちゃ嬉しいや。みんなどうもありがとう。ほなまたねー。